土木のラジオ。皆さん、土木好きですか？ピンとこないななんて思ってらっしゃいません？でもね、土木は思っているよりとても私たちの身近にあるものなのです。この番組では土木関係者や土木好きの方をゲストにお迎えし、中央区を中心に東京のインフラに関する旬な話題や土木の魅力を分かりやすく、そして熱く語っていただきます。皆さんに少しでも土木に興味を持っていただき、身近に感じてもらうきっかけとなるような情報を発信していきます。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコート書の提供でお送りします。さあ、今週もドボラジの時間がやってきました。今回のドボラジナビゲーターは私、ジュミと小賀門でお送りします。はい、小賀門、ちょっとずいぶん慣れていらっしゃいましたかしら？いやいや、まだまだですね。いやー、いい味出してますよちなみに、はい、本日10月5日はレジ袋ゼロデーらしいです。あら、そうでしたか、知らなかったですよ、はい、なんでも、日本チェーンストア協会が2002年にゴミ減量のためにマイバッグの持参を呼びかけるために制定したらしいです。はいはいはい。もう、まあ、2022年の今、20年後はレジ袋が有料化になってますね。そうでしたね、はい、ちなみにジュミさんはマイバッグを持ってますか？もちろんです。しかもね、4パターンぐらい持ってますからね、私。おすごいですね小川もどうですか？私もバッグの中に 3,4 個は入ってますね。さようでしたか、はい、さあ、それでは早速なんですけど、今日のテーマご紹介しましょうね。今回のテーマはもっと使ってほしいリサイクル土です。はい、リサイクル土がどのようなものなのか気になりますね。なりますね。リサイクルとなると日本語では再生利用、自然再生、再生資源化とかを連想しますが、一体どのような次になるのか、詳しくお話を聞いてみたいと思います。そうですね、どんなお話が聞けるか楽しみです。ではゲストの方をお迎えしてのトーク始めていきましょう。今回のテーマ、もっと使ってほしいリサイクル土についてお話を伺うゲストの方は赤坂康子さんです。赤坂さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では赤坂さんからですね、ご自身のプロフィールご紹介いただいてよろしいですか？はい、私は青森県生まれの宮城県育ちで、学校卒業してからは家業の建設業を手伝っておりまして、はい、そこからあの産業廃棄物の、汚泥のリサイクル、汚泥の処分場の方をやっておりまして、はい、そこから、まあ、土のリサイクルの方を手掛けるようになりまして、そこから縁あって宮城県の建設派制度のリサイクル協会っていうのを立ち上げまして、はい、初代会長としてずっと今まで就任してまして、その後に2021年に全国建設派制度リサイクル協会を立ち上げまして、建設派制度のリサイクル度の促進を今進めているというところでございます。女性でそういったものを立ち上げるというところからって本当にすごいですね。すごいですよね。大変ですよね、本当に、さあ、そんな赤坂さんに最初の質問はですね、ラジオの思い出なんですけれども、いかがでございますか？そうですね、あの子供の頃に母の実家が青森だったので、はい、高速道路が、まあ、ないところの時代だったので、長時間の車のドライブの時に後ろに布団を敷いて、もう6時間8時間の長旅をラジオを聴きながら、はい、過ごしていって、いろんな曲をそこで聴きながら、お歌を歌いながら過ごしたっていうのが思い出にあります。そうですか。じゃあ、お小さい頃のラジオの思い出っていうのが結構印象深いわけですね。そうですね、聞きたくない曲も聞きながら子供ながらに ね、演歌はちょっと苦手でした。さあ、そんな赤坂さんにお話を伺っていきますけど、ではぜひ小川門から。はい、それではいろいろと赤坂さんにお話を伺いたいと思います。はい、まず建設副産物や再生砕石という言葉は聞いたことあるのですが、
そもそも本日のテーマにあるリサイクルとはどのようなものになりますか？一般的に知られているのは農業のリサイクル土です、土に排水性とか保水性、保肥力を持たせて害虫や病原菌とかを取り除いて植物に良い状況に改良します。他に建設現場で発生する土のリサイクルがあります。建設現場から発生する土の種類としては、建設発生土、建設汚泥、汚染土壌というものがありまして、それぞれ規制されている法律が異なります。それぞれの法律の基準や手続きに従いながら土から不純物、ゴミ等を取り除いて改良剤を添加し土に強度を持たせ流土調整を行い使用する現場に合わせた土を作ります。いやなんかその土を作るまでのところがとても大変な作業なんですね。そうですね、現場から、発生する土の性状も水分が多いものでしたり、粘土状のものであったりとか、リサイクルされる土のものも、土の成分によって変わりますので、利用用途によって建設発生土の土質改良のほか、流動化処理土といった泥状のものにリサイクルをしたりします。もうだから土の質が様々だから、とても大変なことなんです。意外と知られてない工業的な土の部分ですね。一言で土って言い切れないってことですよね。言い切れないですね。さあ、そして今赤坂さんが理事長を務めてらっしゃるその協会では、そうですね、私たちが扱う協会の土は、この建設発生土って言われるもので、皆さんが聞き覚えのある残土と呼ばれていたものです。これは1991年に制定の資源有効利用促進法というものによって、建設工事に伴い副次的に得られた土を建設発生土という定義で法律的な位置づけが明確になったものなんです。そうなんですか。逆に言うと1991年まではそういう決まりはあまりなかったってことなんですね。はい、はあ、なるほどね。でも残土ってあんまりいい表現じゃないじゃないですか。だから同じものですけど、残り物じゃなくて、建設から発生した副産でどんどん使いましょうという土なんです。そこが大きなことです。じゃあ続いてなんですけれども、赤坂さんがリサイクル土に取り組むきっかけになったことについて教えていただけますか？そうですね、当時は建設汚泥のリサイクル土の取り組みはしておったんですけれども、22年前くらいだったでしょうか。父がドイツ旅行で建設発生土のリサイクル業を行っている方と知り合いまして、それをきっかけに建設発生土のリサイクル業を行うようになりました。本社所在地である宮城県には良質な土が多く取れるので、リサイクルした土改良土と言ってるんですけども、工事現場に利用するよう理解してもらうのには今でも少し苦労しております。そうなんですか。でも今ってね、SDGs とかいろいろ言われていて、まさにそのちゃんと循環して使えるものはもう一度っていうのが当たり前になりつつありますよね。それより前の時代からこうリサイクル度というのに目をつけていらっしゃったということになるんですね。リサイクルの歴史は意外と長くてですね、40年50年とやってる方がたくさんいらっしゃるんですね。そうなんですか。なるほど。でもこの改良度というのを実際使ってご覧になった方からどんなご意見いただいてるんでしょう？そうですね、土を一度使っていただけますと、流度が整、粒ですね、粒度が整いますことと強度が出ますので、業者さんたちからはリピートをしていただくことが可能です。それから液状化対策にも優れておりますので、改良度の利用促進を図るということで防災減災への取り組みの一環となることと思いまして、リサイクル度へ取り組むことになっております。じゃあリサイクル度っていいことばっかりじゃないですか。本当多いんです。そうですよね。いいことばっかりなんですけど、でもやっぱり自然になんか土ってただって思ってる人がたくさんいるじゃないですか。なるほど、ね、ですから日本は山を崩して土をやってそれを使う、だけど今ジミさん言ったように、もう山なんて崩しちゃダメだよっていう時代で、やっぱこの今そのせめぎ合い、
ってこういう出たものをちゃんと使いましょうという流れできてるんだけど、ちょうどそこの今保坂駅を赤坂さんがこの全国の組織の中で、まあ、推進しましょうと、まあ、こんなことで頑張ってるようでございますいやぜひ頑張っていただきたいですよ。本当に私たち応援しちゃいますよ ね、 そうですね、もかなりのパワーを使っているような、うん、そうですよねパワフルでないとできないですね。ですよ、はい、ね。じゃあ続きの質問です、はいはい。会社が宮城県にあるということなんですけれども、うんうん、2011年の東日本大震災の状況を教えていただけますか。ぜひ教えていただきたいです。当社はですね、うん、仙台港が目の前でしたので、はあ、津波の高さが 4.8 メーターで記録されてますね。うん、そうでしたか。ね、あの当時はもう何もかにもがみんな流されてましたので、うん、電柱がですね、芯のあの針金というか、あの芯の針金でいいですかね、はい、鉄筋ですね、鉄筋の部分だけが残ってて、コンクリートが何もなくなってたんです。はあ、津波の威力でですか。なのでそこに電柱があったのがわからないぐらいでしたね、うん、そんなに、うん、なので、はあ、そう、まあ、行った状態を見ると電柱が一本もないので、うん、あったことがわからない、はあ、これはまあ石巻でもみんな同じところだと思うんです、電柱があったことがわからないので、うん、まあ、いろんな車とかそういうのの瓦礫を見てすごいねって思うんですけど、うん、実はあるべきものがなくなってるっていうので一番驚いたのは電柱ですかね。そうでしたか。あとはあの全部の電線がなくなってるので、はい、すごく空が高かったです。はものすごい空の位置が高く見えたのを覚えてますね、うん、そうなんだ。そういうその印象っていうのもずっと忘れないものですね。忘れないですね。なるほどね。あの実際にその宮城県特にね赤坂さんいらしたあたりというのは、まあ、港沿い海沿いだったということで、その復旧するときってどんな風にして。そうですね、あの頃はですね、もう皆さんがすぐに駆けつけてくれまして、あの、まあ、重機関係もとりあえず何か必要なものあるって電話をくれて皆さん持ってきてくれたので、あの重機をレンタルしたのと、自分でお金を出したものはですね、スコップを買ったんです。うん、何もないので、うん、スコップを買って、はい、でもその当時みんなが大丈夫かって見に来てくれて、うん、私たちあのお電話使うのに吸引車っていうものを使うんですね、はい、その泥を吸う、まあ、バキュームカーのような感じなんですけども、うん、ま、全く種類は違うんですけども、はい、泥を吸える車があるので、そういうのでこう来てくれて泥を吸いながら、その車を見ると他の車が来て、あの会社もいるの何してんのかなって、次から次と皆さんが来て、あのみんなで賑やかにね片付けていったっていうのは覚えてますね。そうだったんですね。まあでも本当に昨日のことのようにというのがあの言葉になりますかね。なんかあっという間でしたね。ああそうですか。あっという間でした。でも本当に何もなくなるって、うん、あの考えようによっては、もう一回一から全部やり直すチャンスなので、いいかもしれないですね。リセットっていうことで、ね、リセットできるチャンスってないじゃないですか。自分でお金をかけて壊すわけではないので、うん、うちに関しては機械も建物も全部何もなくなってしまって、コンクリートの水槽だけしか残らなかったので、まあ、そういう点ではあの、まあ、リセットだなっていうところでしたね。そのメンタルはすごい、まあ、普通ここまでポジティブになれないですよね。本当にそうですよね。いやちょっとますます深くお話を伺いたくなりますよねではここでちょっとブレイクといきましょう。後半さらに詳しくお話を伺っていきます。水が飲める、電気がつく、橋が架かっている、電車が走る、当たり前のようにある日常が土木の技術で支えられています。日本で最初の建設コンサルタントとして70数年、人を思い社会を作る建設技術研究所です。おい次郎、お前将来何になるんだ。え、言いたくないし。なんで。恥ずかしいし。いいから言ってみろよ。土木エンジニア。え、お前サッカー選手じゃなかったのか。この間連れてってもらったお父さんの現場がかっこよかったんだ。あなたの暮らしの身近にある土木について一緒に考えてみませんか。土木学会はみんなの暮らしを支える
技術者の集まりです。土木のラジオ、ドボラジ。今日のゲストは赤坂靖子さんをお迎えして、もっと使ってほしいリサイクル土をテーマにお話を伺っています。引き続き赤坂さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして小賀右衛門もよろしくお願いします。はい、亀有の塚田さんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それではリサイクル土についてさらに詳しく教えていただきたいのですが、建設発生土がリサイクル土に生まれ変わるにはどのような方法で行うのかを教えていただけますか。はい、そのままの土質性状では工事できない建設発生土についてセメント、石灰等の改良剤を添加し、混合ふるい分け等の処理を行いまして、高品質の埋め戻し剤としてよみがえらせます。改良剤添加後のリサイクル土は転圧をかけると採掘削ができなくなります。そのため改良剤の種類により数日の養生期間を置き、セメント系であれば六角炉もの溶質試験を実施し、品質証明された製品として出荷されます。利用先としては道路、路床、路帯、ガス、水道、下水道管の埋め戻しと様々な場所で利用されております。なるほど。ということは今こう道路工事ね、それから例えば水道工事とかをしているときに、後からこう土を埋めてるとしたら、それはどこかから来た、はいはい、リサイクルされた土って思ったらいいんですね。うん、そうですね、そういうふうに使われていることがもっと多くなるといいなと思います。はい、なるほど、ね。ちなみにリサイクル度っていうのは、うんうん、手触り感っていうのはどういった感じになるんですかね。粒度が整っているとなんかサラサラしているのかなって思うんですけど、そうです、サラサラです。サラサラ感、サラサラなんです。セメント石灰は混ぜてるので、まあ、どちらかというとサラサラですね。そのサラサラであることのメリットっていうのは大きいわけですか。やはり大きいですね。山から取ってきた土にはやっぱり木の根っことか不純物が入ってましたり、石も全部細かくふるい分けられてますので、はい、全然やっぱりリスクが少ないですね。よく路床だとか道路に使うと締め固めって言うんですけど、はい、まあ、そこには本当に適してで、いい締め固めがあると沈下しなかったり陥没しなかったり、はい、ということで本来もっと使ってほしい材料なんですね。なるほどね。よくお肌で言うとキメの細かい均一のとかなんかあるじゃないですか。なんかイメージとしてはそういう感じですか。そうですね、土の中でいくとキメの細かな、うん、まあ、いい材料ですよね。いい古い材料をふるいをしながらですね、いい材料にしていくと、すごい土っていうイメージに変わりましたね。すごい土、いい土だっていうことですよね。で、はい、続いて、はい、リサイクル土の普及といいますか、うんうん、どれぐらいの需要があり有効利用されているのか、そのあたり詳しく教えていただけますか。はい、はい、まずはじめに建設発生土の発生と利用の状況について説明したいと思います。はい、2018年度の復興省建設副産物実態調査結果によりますと、建設発生土の発生量は約2.9 億リューベ、そのうち現場内で約 1.6 億リューベが有効利用され、残りの 1.3 億リューベが現場外へ搬出されております。ちょっと待ってください、小賀も2.9 億リューベはどのくらいになるんだろうか。いや、ちょっと東京ドームの何個分とかで教えていただいた方がまだ分かりやすいかなと思います。そうですね、どうなんでしょうかね、これ何個分だろう、何個分でしょう。すごいですね。そういう表現に、ではうちの協会もそういう表現ができるように少し勉強します。いやいやいや、でもその中でも 1.6 億リューベは有効利用されているってことがすごい。まあ、現場の出た現場から、はい、その近く の、まあ、その現場の中で使っていく、はい、道路で行くと、高速道路を作るとですね、どっかで切るんですよね、うん、切り取って言うんですけど、はい、切ったところをどっかに盛る、でそこのバランスをやると一番いいんです、うんうん、それは現場内で使っていく、はい、なるほど。でもなかなか切ったけど持っていき場合がないのが、ここでいうところの外に
開通され、開通されると、うんうん、ここで赤坂さんたちの出番が非常に大事になっていくわけです。なるほど、なるほど。その土をどっかにも使ってもらいたい、はい、うん、そういうことですね。でその、まあ、例えばそのうちのどのくらいがどのように使われていくのかということですけれども、 そうですね、はい、そのうちあの内陸受け入れ地へ排出される量は約6000万リューベルと、場外排出量の約4割を占めてます。これまでは海面埋め立てなどの大規模な土木工事が建設発生度の主力な受け入れ先として機能してきましたが、昨今はそれらが激減して、はい、不適切な堆積や受け入れが散見され始めております。また地球温暖化に起因した土砂災害が全国各地で増加している傾向にございます。いや本当にそれはありますよね。これはちょっと人の力ではなかなか止められないものかとも思うんだけれどもということですよね。はい、あの工事での土砂の需要と有効利用のご質問にということでございましたので、これに関しましては6525万リューベの需要に対して、建設発生度の改良度リサイクル度ですねとして有効利用されたのは383万リューベでございました。少ないんですよね。本当そうですね。できればこれが全部あのリサイクル度になったら本当にいい循環ということになるわけですよね。なるほど。まだまだお聞きしたいんですけれども、建設副産物として発生した土をリサイクル度に生まれ変わらせて普及させることは、循環型社会の取り組みとして非常に重要なことだと思うんですけれども、そのあたりについてお考えを教えていただけますか。はい、現状安価であることを理由に、山を切り崩して採取した山砂が多くの現場で使用されております。土には植物の生育媒体であったり、水を蓄えて浄化したり地球の大気を組成する大切な役割がございます。はい、建設現場で掘削された土をリサイクルして5億年の年月をかけて作られてきた自然のままの土を次の世代へ残したいと、そう思っております。そのために建設発生度のリサイクルの仕組みを構築し、土が貴重な資源としての理解醸成に努めていきたいと思っております。そしてリサイクル度の利用促進を進める活動、協会活動のほかに土サミットというのを開催して、業界の垣根を越えた土の未来可能性を世界にも目を向け探っていきたいと、そのように思っております。へー、どうですか、サミットですよ。サミットですよ。サミットですか。なんかすごいですね。すごいですね。ちなみに、土サミット今年度はいつ頃にやられるのか教えていただけますか。今年度は10月の21日に開催の予定でございます。なるほど、10月21日金曜日になりますけれども、はい、そうですね、東京赤坂でニューオータニで開催されるということで、これあのぜひご興味のある方はですね、ご参加ご登録いただきたいと思うんですが、これについては土サミットで検索していただくと公式のホームページ出てきますので、そこから詳しい内容を見ていただきたいですね。カメアリの塚田も出ますので、ぜひ皆さん参加してください。そうですね、なんか生カメアリの塚田さんに会えますよということ、もちろん赤坂さんいらっしゃいますんで、ね、皆さんにいろんなこう質問を、ね、していただいたりとかっていうのがあるといいですよね。今年のテーマは2つ大きくあって、土の未来、土を今みたいにその地球環境を含めて大事に考えましょうね、ということと、もう一つ大きなのが災害の土なんです、そこを皆さんで議論しますので。なるほど。あの多分ですけど、日本って急峻な、地域が多いじゃないですか、なおさらその土砂崩れであったりとか、そういうことからこう発生する土の、量ってもう尋常じゃないと思うんですけれど、そういったものをじゃあどういうふうに活用していくのか、それ本当に日本としては一番知りたいし、もっともっとさっき赤坂さんおっしゃったように、この5億年をかけてきた土をもっともっと日本の中で有効活用するって本当大事なことです
ですよね。そうですね。でもなんかあの野望としては日本だけにとどまらず世界中の土と、ね、まあ、あの交わりたいっていうのがあるという。そうですね、はい、やはりね、あの日本の土のリサイクルもさることながら、ええ、じゃあ海外とか世界ではどのように土を有効利用されてるのか、そして私たちの日本の土の位置づけがどうなってるのかとか、そういうのをぜひ目に向けて、まあ、土サミットも世界を目に向けた世界大会が開催できるようにみんなで盛り上げていきたいなというふうに思ってます。本当にそうですね。土サミットは今あの工業的なところの土を扱ってメインで行ってますので、はい、来年度以降は、まあ、その一般的なあの農業に関するような土の方のも目に向けながら、やっぱり土というのをテーマにみんなで土というのを考えていきたいなと思ってます。なるほど、楽しみですね。楽しみですね。土って案外私たち本当に小さい頃から身近にあったんですけど、それが今どんな風になってるのかを知るっていう、 ね、 その機会をいただけることも大事ですよね。砂場の砂だけが土じゃないですからね。いろんな土が、ね、日本も北海道か沖縄までいろんな土がありまして、世界中行くとやっぱりいろんな土があって、まあ、本当にあのそれぞれをどう解決するかというのは、うんうん、すごく大切な議論だと思いますね。そうですね。さあ、それでは最後になりますけれども、赤坂さん、あなたにとって土木とは。はい、元基礎のその元の方ですね、はい、元でしょうかね、最も古い歴史を持つ技術でありますし、多くのものを支える元でございます。私は土のリサイクルを通して土木の業界に携わることができたことをとても光栄に思っております。土の世界は実に深くてシンプルであると私は思っております。これからも若い世代にも土を通して土木の楽しさを伝えられるよう頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ぜひこれからのご活躍にも注目していますし、応援していますね。赤坂さん、本当にありがとうございました。やっぱり土木って面白いですね。そうです ね、 ね。それでは最後に全員の掛け声で締めたいと思います。いきますよ。土ボラジ終了よし。土ボラジ終了よし。今日のテーマのリサイクル土、まあ、土と言われているものの理解が結構深まりましたね。何気なく私たちいつも踏みしめてますけどね。日本の資源って限られるじゃないですか、うん、 そうですね、それで土って重要なんだなって、日々触ってるものではないですけれども、うん、思いましたね。そうですね、私たちの全てを支えてくれてるものというふうにも考えられますもんね。大人になると自然とか資源とかに触る機会ってあんまなくなりますよね。そうですね、もう一回見直していきたいですね。はい。さあ、それでは次回をご紹介しましょう。次回は緒方秀樹さんをゲストにお迎えして、土木偉人シリーズ戦国武将を癒した温泉をテーマにお話を伺おうと思います。番組へのご意見ご感想は voice@fm840.jp までお寄せください。また番組ホームページや YouTube に収録時の様子をアップしています。ぜひチェックしてみてくださいね。土木のラジオ、ドボラジ。この番組は土木学会、建設技術研究所、清水建設、竹中土木、三井住友建設、リコード書の提供でお送りしました。それでは来週も土木のラジオ、ドボラジでお会いしましょう。